サンセリテフルールのフル,ルレールです。今日はスカーフリングを使ったスカーフの巻き方5種類いってみましょう。ではまず簡単なものからですね。はい。えー、上と横とさせるスカーフリングですが、上から下に両サイドを、えー、入れていきます。これはもう5秒ぐらいでできる巻き方ですね。はい。入れてもらってキュッとするだけ。はい。これでまず1つ目。 スカーフリングを使った巻き方出来上がりました。こんな感じです。続いて二つ目。まあ皆さんご存知だと思いますが、穴が開いてるスカーフリングを利用してください。横から出していきましょう、生地を。右は右、左は左。つまめない。<laughs> よいしょ。で、こちらもつまんでください。そして、えー、出してください。 はい。これだけでできました。これで、えー、2種類目。そして、3種類目ですけれども、3種類目は片方だけ外してください。この状態。これを、キュッと横に向けると、なんとおしゃれな感じ。すごい素敵ですよね。これは3種類目。続いて、えー、4種類目。両方ちょっとリ,あのリボンにしてたところを、まっすぐ伸ばしまして、そしてですね、 真ん中にスカーフリングがある状態で後ろを縛ってください。後ろは普通にもう本当にあの縛るだけ簡単に巻くだけです。あの縛るだけなんですけど、このスカーフのサイズは69センチ ×69 センチです。だいたいそのあたりのスカーフだったらあまあこんな感じで結ぶことができます。ちょっと結び目中に入れたりとかしながら。 はいこんな感じであのジャケットとか着た時にゴワゴワしないのでめちゃくちゃおしゃれじゃないですかかわいすぎるそして、えー、最後最後ね一旦ちょっと外します両サイドをスカーフリングに入れましたけど最後はねえー、っと片方ちょっと外していただいて1本バーッと通しますスカーフリングあのこれはね横に通した方がいいんですよね 今までこう上から下に出してましたけど最後はね横真横に一直線に1本バーッと通してくださいこれ今ねあの下分の直前にした分の今何何種類目でしたっけ <laughs> <laughs> 最後最後5種類目だと思うんですがごめんなさい番号ずれてたら申し訳ないこれをバーッと横出ししてちょうど大体同じぐらいの長さにしてさっきは 後ろでで終わりましたけど、まあ、逆逆すね。ささっっきのだだと思ってください。前にスカーフリングど真ん中にインパクトを残したままスカーフを前から後ろに通してきてで最後これも通します横に通す逆の方に通すそしてもう一つも逆の方に通す。 しょ取れるかなちょっと手袋が滑る <laughs> 通せるかなよいしょ、はい、余裕で通りますんでねこのスカーフリングも人気でこれ1580のスカーフリングラスト1だったと思うんですがはいえー、っとどこだ出てきたのはどこだここでしたねこれピッとこんな風に出してもらって。 前にリボンを残してスカーフリングをど真ん中に置く。こんな感じで。はい。スカーフリングの5種類。はい。スカーフの巻き方をご紹介させていただきました。他にもスカーフの巻き方また載せていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントなどよろしくお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございました。フレルでした。